皆さんこんにちは、マイプラチャンネルです。今回もご視聴ありがとうございます。今回は Apple Watch の保護ケース紹介第3弾になります。でこれまで紹介してきたのは今つけているこの白い保護ケースですね。これシュピゲンさんの保護ケースなんですが、こういうね Apple Watch のぐるりを保護するだけで文字盤のね保護ガラスがないタイプ、これがまあ一番シンプルなタイプですよね。そしてはい、これはニマソさんのケースなんですが、文字盤のね保護ガラスがちゃんとついているやつですね。まあ、このねシュピゲンさんのものでも保護ガラスがついているねニマソさんのものでも、まあ、どちらもね普段の生活ならこれで十分だと思うんですよ。ただねアウトドアとなるとそうはいかないんですよね。特に登山となるとちょっとこれではね心もとないんですよね。岩場なんかでね擦ったりするんですよ、バンドを。でこのねバンドがね特にアップルの純正バンド高いじゃないですか。傷が入ったりねあるいは汚れたりするのが嫌なわけですよ。このね真っ白のソロループなんてただのシリコンのベルトなんですけども、まあ、5000円するんですよね。だけど例えばアウトドアで草木でねこうズルズルっと擦って緑色の汁がついたりすると多分ね取れないと思うんですよ。またね普段からハードな現場でのお仕事をされている方、こういうのではなくてもっとしっかりガードしてくれるものでないとちょっとね使えないですよね。ということで今回はですね Apple Watch 本体をがっちりガードしてくれるバンド一体型の保護ケース、これをね Apple Watch 保護ケース紹介第3弾としてやっていきたいと思います。ただこれね選ぶのが本当に難しかったというのはですね、先ほど紹介したこのシュピゲンさんのものとかニマスさんのものね、こういうタイプってカラーバリエーションこそあれどデザインのねバリエーションってほぼないんですよ。ところがねバンド一体型のケースって本当にいろんなデザインがあってバリエーションが豊富でいろんなタイプがあるんですよね。で Amazon の中をですねもういろいろ徘徊してたくさん商品をこう見て回ったんですけれども、その中で迷いに迷いつつもこれだなって選んだのが今回ご紹介するこちらになります。これメーカーさんはねエレコムさんですね。エレコムさんの Apple Watch バンドケースネストアウトというシリーズですね、こちらを僕は選びました。ではね選んだ理由なんかも説明しつつ開封していきたいと思います。はい、それではね開封していきたいと思いますが、もうねすでにパッケージね透明ですから中身がね見えていますよね。で今回僕が購入したのがカラーバリエーションブラックのものです。このブラックを含めてね3種類のカラーバリエーションがあるんですけれども、ブラック、カーキ、オレンジですね。で実は僕はカーキが欲しかったんですよ。でところがですね、ずっと品切れで、でね入荷の予定も全然入らなくて、でそうこうしているうちになんかね、これセールでかなり値引きされるようになっていて、1700円台ですかね、そこまで値段が落ちてきたのでそれじゃあということでもうこれでいいかという感じで購入しました。そしたらですね購入してこれがもううちに明日届くよっていう時になってそのカーキ色が入荷した旨がねメールで来たんですけれども、まあこれはねタイミングですからしょうがないですよね。はい、では開けていきます。うん、こんな感じですね。よいしょ。はい、でちょっと分かりますかね、ちょっと分かりづらいかもしれないんですが、色はね先ほどブラックってお伝えしたんですけれども若干ですねこの周り濃いグリーンですよね。ちょっとね完全にブラックではないみたいです。で素材ですけれども、この文字盤の周りの硬い部分ですね、ここが PC ポリカーボネートですね、硬いプラスチックです。であとこのベルトの部分とそれからこれ外しますが Apple Watch ね本体が入るこの周囲ですね、ここが TPU という熱可塑性ポリウレタン、まあ、ちょっと柔らかいシリコンよりは硬いんですがちょっと柔らかいプラスチック製になっています。そのね二重構造ですね。はい、で持った感じね非常に軽いんですけれどもちょっと重さを測ってみます。この測りで 23.29g って出てますね。で比較のためにこちらこれね、純正のナイキモデルのスポーツバンドですね、 L サイズの方ですけれども、あこれとほぼ変わらないですね。こちらの方が若干軽いですけれどもこれが 27g ぐらいですので、
ほとんどね、この純正のスポーツバンドと変わらないですね。多分ナイキの方が穴が多い分、あのアップルの純正のスポーツバンドよりは軽いと思うんですけれども、このね、ケースが付いていても、まあ、ほぼベルト1本分と変わらないという感じですね。はい、で僕はね、購入したのは 44mm に対応したタイプで、シリーズ4以降の 44mm のサイズのアップルウォッチに対応しています。でバンドのサイズですけれども、165mm から225mm に対応ということですね。でね、このエレコムさんのネストアウトというバンド一体型のケースですね、なぜこれを選んだのか説明していきたいんですが、まずね、こういったタイプの保護ケース、バンド一体型の保護ケースを選ぶポイントとして、1番目ですね、脱着が簡単で、しかも工具がいらないっていうのを一つのねポイントにしました。でね、このバンド一体型の保護ケースにはもう完全防塵防水、もうがっちり守るっていうタイプもありますが、それはですね、大抵の場合このね、Apple Watch の本体をまず保護する柔らかいシリコン状のもののケースに入れて、その上でさらにこういう硬いケースに入れるという二重構造のものが多いんですよね。で、しかもね、この外側の硬い部分を止めるためにネジで最後締め付けて止めるというものもあります。で、僕はそこまでの保護力は必要ないと。で、むしろ Apple Watch ってバンドをね、その日の気分とかその日ね使う環境によって気軽にね変えられるっていうのが Apple Watch の魅力ですから、そこはねちょっと捨てがたいなと。装着はできるだけ簡単な方がいいということで、これをね選びました。ちょっとね装着していきたいと思いますね。はい、このケースね、もちろんバンドはね外さないといけないんですけれども、先ほど紹介したねこういったシンプルな保護ケースと同様で、もうパチッと入れるだけです。はい、付け方ですけれども、このねデジタルクラウンの側をまず合わせて、そして押し込むと、これだけですね。非常に簡単です。こういうね気軽に脱着できるっていうのはすごくね大切なポイントだと思います。はい、で先ほどね、ご覧になったようにこの保護ケースね、文字盤の保護ガラスとかフィルムは一体になっておりません。ですので、僕は今保護フィルムもガラスも貼っていない状態ですので、画面上はね、剥き出し状態になっています。保護フィルムをね貼って使うこともできるみたいですね。でただ貼らなくてもですね、ご覧の通り画面からですねベゼルがかなり立ち上がっていますので、まずね文字盤に何か物が直接当たる相当尖ったものでないとないと思いますね。はい、それから、このねエレコムの保護ケースを選んだ理由の2つ目です。で2つ目はですね、デザインと機能面なんですね。本当にねこのケースを購入するに至るまでいろいろなメーカーさんのバンド一体型の保護ケースを見て回ったんですけれども、その中でね一つ気がついたんですよ。ここですね、デジタルクラウン周りのデザインに Apple Watch のデジタルクラウンがむき出しになっている、要はここがね切り欠きになっていてむき出しになっているタイプと、 Apple Watch のデジタルクラウンの上からさらにこのモデルがそうですね、大きな竜頭をつけて操作できるタイプ、このね大きく分けて2つがあるっていうことが分かったんですね。でせっかくですねこんながっちりした保護ケースを使うのであれば、やっぱりねサイドボタンも含めてこのね操作するためのボタン類ちゃんと守ってほしいですよね。それと、まあ、これは個人的なデザインの好みなんですが、こういうがっちりした保護ケースでありながらここだけね大きく切り欠きができてデジタルクラウンが見えてるっていうのもなんかねちょっとデザイン的に僕はあまり好きになれませんでした。で例えばね、同じエレコムさんのバンドケースで新しく発売されているネストウォークというシリーズが出ているんですけれども、これはですねデジタルクラウンがむき出しなんですよね。まあ、新しいものの方がねいいかなとも思ったんですけど、やっぱりね保護するからには全部ね保護してほしいということで僕はこちらを選びました。でもねこうなってくるとデジタルクラウンを完全に覆ってしまうとちょっと一つ気になりませんか。心電図ですよ。でその点についてこのねエレコムさんの保護ケース面白いんですよ。こういうギミックがありまして、ほら開くんですよ。で例えば心電図を測ろうと思えば、ここからですねそして
デジタルクラウン触れればほら心電図計測が始まるんですよね。はい、今ね喋りながら測定したので測定不能が出たんですが、これねエレコムさん日本で ECG がね許可降りる前からもうこのギミックは装着していたっていうから、まあこれは面白いですよね。ちなみにねデジタルクラウン開けたり閉じたりできるんですが、この閉じてる状態でグッと押し込めばこういうふうにねちゃんと操作することができます。まあ保護のためにね若干硬くはなってるんですけれども、このままでもデジタルクラウンの操作ができます。はい、あとねもう一つ、このエレコムさんのネストアウトを選んだ理由があるんですけれども、3番目の理由がですね価格が安いということなんですよね。でもちろんねアマゾンの場合価格はね変動してしまうんですけれども、もともとですねこの製品4000円するものなんですが、今現在だとですね1700円ぐらいまで値段が落ちています。で実は僕は、まあ、ちょっと変だぞと言われるかもしれないんですけれども、先ほど紹介したねこういう普段使いの保護ケース、これはね大事に使おうと思ってるんですよ。保護ケースをつけた上で、でも保護ケースにも傷がつかないように大事に取り扱おうと思ってるんですが、このねがっちり保護タイプのバンド一体型の保護ケースに関してはもう本当にねアウトドアでゴリゴリに使うつもりですので、もう消耗品だと思っています。ですので、まあ、傷がつくのが当たり前、汚れるのが当たり前っていう感覚で使いますので消耗品だというふうに認識していて、でそれであればダメになったらもうすぐに買い替えるつもりですので安いほどいいというふうに思っています。まあ、そのあたりはですね皆さんの価値観それぞれなんですが、僕はこれは消耗品として使うつもりなのでできるだけね安いものを選びました。はい、ということで、今回はですねこのエレコムさんのネストアウトシリーズですね、アプローチ保護バンドケース、これをねご紹介しました。もうだいぶ暖かくなってきてそろそろねアウトドアシーズンに突入しますので、アウトドアね登山でゴリゴリに使っていきたいと思いますし、またね現場系のお仕事をしている方なんかは職場でアプローチを守りながら使うのにすごくね最適なんじゃないかなと思います。とにかくね、これだけがっちりした保護ケースで価格が2000円を切っているっていうのはかなりね魅力ですよね。でまたデザインもねかっこいいですよね。今年はねこれをつけて登山行きたいと思います。はい、ということでね、冒頭にお話したようにこれでですね3種類の保護ケースご紹介しました。まあ、今後も保護ケースとかバンド、あるいはねアップルウォッチの周辺アクセサリーですね、これは良さそうだなっていうものを発見したらですねまたねご紹介したいと思います。この動画が参考になった、面白かったという方は高評価、チャンネル登録、そしてベルのマークをポチッとしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。